この数字をかたどった縦型のエンブレム版面は SNK801 のもの成功5は日本の腕時計メーカーである成功が製造販売している腕時計のブランドの一つ1960年代以来長期にわたり生産が続いている文字盤の版面に5と数字を入れた縦型のエンブレムが飾られているのが目印でこのマークの入った 成功性腕時計はほぼすべて5シリーズの何らかのバリエーションと見て良い。元は成功マチックと呼ばれた自動巻きモデルのバリエーションで1963年自動巻き三気圧防水デーデート機能を搭載したスポーツマチック5が発売された。このモデルが一世を風靡し、以後スポーツマチック5デラックス、5デラックスなどシリーズ展開され、 1960年代から70年代にかけて好評を博した。1969年のクォーツ時計の登場と、その後の急速なコストダウンによるクォーツ時計普及によって、日本国内での正規販売は行われなくなったが、日本国外では販売が続けられており、日本国内にも逆輸入されている。日本国外向けとしては、電池供給等の面で、 制約の多い途上国市場で実用時計としての根強い需要があり、カレンダーの曜日表示は英語略語とスペイン語、アラビア語等の組み合わせが見られる。シムケチの需要に合わせ、ケースや文字盤、ベルトとも極めて多彩なデザインが設定されているが、日常生活防水、自動巻き、デー、デート表示という基本は共通する。 1990年代以降のモデルは自動き専用ムーブメント 7S26 を主にシンガポールまたは中国の工場にて生産。これを中国工場でケース組み込みする手法で供給されているが一部の商品は日本製である。2000年代に入ってからはそれまでのステンレス裏蓋からバックスケルトン仕様に変更されているが 途上国市場では低価格帯であっても、成功製品を装った偽物が市場に出回るため、その識別対策の目的があるとされる。2019年には、成功5スポーツとして、ブランドを刷新し、日本国内及び海外の市場で展開している。5のバックスケルトン部分から見た 7S26 ムーブメント。実用に耐える加工精度を確保した上で、 低コスト量産化を図っており、部品の表面仕上げは洗い、左の点心部分で腎臓ルビーを抑えている小さな部品が耐震装置のダイヤショック。成功5の名称は以下の5つの特徴から命名された。切れない全米耐震装置自動巻き防水機能、デーデート表示全米の品質向上や耐震装置の組み込み、 自動巻き機構搭載は1950年代後期から60年代初期にかけて成功の中高級腕時計で推進されてきた改良でさらに1960年代前期には腕時計への防水機能の組み込みカレンダー機能の搭載も始まっていた高度成長期における市場の拡大を背景とした大衆向けモデルの機能充実取り組みの産物と言える 1967年以降の成功5は中級機の成功マチックよりもより若年層向けの廉価モデルへとシフトしていった。成功は1956年に最初の17国自動巻腕時計を発売したが生産が軌道に乗らず量産レベルとなったのは独自のマジックレバー式と称する両回転ローター自動巻機構を諏訪成功社で開発。 高級腕時計、ジャイロマーベルに搭載して発売した1959年以降である。1960年からは、マジックレバー自動巻きを中級機、セイコーマチックに搭載して、発売、普及を拡大した。 h t t p w w w s <ッ> e i k o w a t c h c o j p c o r p o r a t e h i s t o r y h i s t o r 1 9 6 0 p h p 原型は、東京とか、亀戸に所在した第二成功者が1968年以降、市販化した自動巻きムーブメント70系。 以来基本構造を踏襲するものの、その後の改良や合理化に伴い、生産工程は大幅に自動化されており、カレンダー周りのパーツには、プラスチック部品も使われている。石数はこのクラスのムーブとしては、平均的な21国で、耐久性で優位となる、ロービートの毎秒6振動仕様。構造をシンプルにするため、リューズによる、ゼンマイの手巻き機能や、 病針規制機能は省かれている。ありがとうございます。